理科部門小中学生男子選手の紹介をいたします。市間と宮本和修選手、町田市立小山田中学校予選通過順位1位。対します、2番と奥村玲也選手、関市立旭川中学校予選通過順位2位。担当しますラインジャッジは工藤慶太審判員です。それでは選手のお二人はご準備ください。第1セットは宮本選手の選考で行います。それでは理科部門小中学生男子ゴールドメダルマッチを開始いたします。第1セット第1セットの記録が確定しました。市間と宮本選手28点、2間と奥村選手29点、よって奥村選手に2ポイントが入ります。
先攻は宮本選手です。記録が確定しました。1馬と宮本選手28点、2馬と奥村選手29点、よって奥村選手に2ポイントが入り、セットポイント4対0、奥村選手のリードです。第3セットは宮本選手の先攻です。第3セット、
第3セットの記録が確定しました。第3セット1番と宮本選手27点、2番と奥村選手29点、よって奥村選手に2ポイントが入り、セットポイント6対0、奥村選手の優勝です。第2位の宮本選手にも大きな拍手をお願いします。選手のお二人はお疲れ様でした。引き続き準備が整い次第、コンパウンド女子のゴールドメダルマッチを行います。コンパウンド部門女子の選手の方は準備をお願いいたします。